はいどうもこんにちは。今学生に教えてもらった「リンキンパークのフェイント」という曲を聴いてるんですけど、めっちゃかっこいいですね。<noise> セクション1では写像というものの解説をしました。セクション2では写像の例について解説しました。このセクションでは、 線形写像の定義を解説します。まず、セッティングの説明から始めましょう。V と W をベクトル空間としましょう。そして、F をベクトル空間 V からベクトル空間 W への写像としましょう。絵で描くと、 まず、ベクトル空間 V というものがあって、ベクトル空間 W というものがあって、そして、V から W への写像 F がある。つまり、V に属するベクトルを何か取ってきたら、まあ、それを X とでも置くと、それに対して、何か W のベクトルが対応して、それは、 fx と書かれると、えー。そういうことです。で、この条件下で次のような定義をします。v から w への写像 f が線形である。これはどういうことかというと、次の2つの条件が成り立つときに言います。1つ目の条件はこれ。 2つ目の条件はこれです。で、この条件1と条件2の説明をこれからしましょう。写像が線形である、つまり線形写像の定義の意味をここで説明します。1番目は何を言ってるかというと、x というベクトルと x' というベクトルをまず考えましょう。 で描くと、ここと、ここ。こういうベクトルを考えるということです。で、そのとき、それを足し合わせるという操作ができます。で、足し合わせてから、F で送るということを考えます。それがこれ、左辺のここですね。 で、このベクトルは先に F で送ってからそれを足したものと一致する。それが線形写像の定義の1番目の意味です。2番目の意味を説明しましょう。まず左辺の説明から始めます。2番目の左辺が言ってることは 何かベクトル空間 V のベクトルを取っていきましょう。それを X とでも置きましょう。それを C 倍することを考えます。で、それを写像 F で送ることを考える。それは F の CX と書かれるものです。で、それが左下のここに書かれているものですね。で、 2番目の条件が言っていることは、こいつが先に x を写像 f で送ってから c 倍したもの、それと一致するよという条件ですえ。つまりまとめると、1番は下方に関して写像 f がうまく振る舞う。2番は定数倍、つまりスカラー倍に関して写像 f がうまく振る舞う。 そういういい条件になっていますで1番の性質と2番の性質をまとめると一次結合に関しても性質が成り立っているということが分かりますつまり V に属するベクトル x と x' を考えるでそいつに対する一次結合を考えましょうここですね でこれを F で送るということを考えます。そうするとどうなるか。まず1番目の条件からこのように書くことができます。で、2番目の条件から C と C' をそれぞれ前に出すことができて、こうなります。これは x と x' に関して、 一時結合を考えてから F で送るのと、先に F で送ってから一時結合を取るもの、それが一致してるよと言ってるわけですね。そういう意味で、線形写像っていうのは、一時結合に関してうまく振る舞うもの、そういうふうに言うこともできます。これで 線形写像の定義を終わります。次は線形写像の具体例を見ていきましょう。優しい例から考えましょう。まず、fx=2x イコールという関数を考えましょう。定義域が実数全体、周域が実数全体だから、写像としてみると、 R R から R への写像でした。これは線形になっています。つまり線形写像です。なぜならば、線形写像の条件1と2を満たすことがチェックできるからです。1番からチェックしていきましょう。x と x' をまず考えて、それを f で送ることを考えます。 これを考えるということですね。それは定義から 2×x たす x' になります。で、それは分配法則からこのようになって、また f の言葉に直すと、このようになります。まとめると、これイコール、これが成り立っていて、 線形斜像の一番の番条件を満たた。すとということが分かりましたえ次に2番を見てみましょう。これを考えましょう。これは定義から 2×cx です。で c を前に出すとこのようになってこれを f の言葉で置き直すとこうなるわけです。 で、今、改めて見返してみると、線形写像の条件2を満たしているということが分かります。だから、これは線形写像であるということが分かりました。えつまり、fx イコール 2x という非常に非常に単純な、まあ、一次関数ですけど、これは線形写像であるということが分かったということです。 次に線形でない写像を見てみましょう。fx イコール x の2乗という関数を考えます。これは写像としてみると、r から r への写像です。ただし、この写像は線形ではありません。えつまり線形写像ではありません。 なぜならば、これは1番を満たさないからです。実際、1番っていうのは定義、左のところ、これ見ると、何を言ってたかというと、どのような x と、どのような x' を持ってきても、この等式が成り立つと言ってたわけです。ところが、今、x として1。 ダッシュとして1というものを考えると F の1たす1のこの値は4になります。一方で F1 と F1 を足したものを考えると2になります。で、当然統合が成立しない。つまりこれとこれは等しくないということがわかります。 だから、線形写像の条件の1番が満たされないということが分かりました。この時点で、この写像 F は線形でないということが分かりました。えー、念のために言っておくと、これ、2番はチェックしなくてもよいです。2番が成り立っていても、成り立っていなくても、もう1番が成り立たないと。 いうことが分かった時点で線形ではありません。ちなみに2番も成り立たないことが簡単に証明できます。今度は行列を使って線形写像の例を見てみましょう。ラージ A を2かける2行列としましょう。で、f(x) イコール ax。A x つまり与えられた x に対して左から a をかけることによって新しいベクトルを得るそのような対応規則を考えましょうでそれを f と置くとしましょうそうするとそれは定義域二次元ベクトルっていうのは何でもいいから r2 が定義域になります AX というベクトルは2次元のベクトルが出てくるから、まあ、周域としては R2 を考える。ということで、F は写像として見ると、R2 から R2 への写像になります。で、これは線形になります。つまり、F は線形写像になります。えなぜならば、 定義の条件を満たすことがチェックできるからです。まず1番から見てみましょう。f かっこ x+x ダッシュというものを考えましょう。そうするとこれは定義から。ラージ a かっこ x+x ダッシュかっこ閉じるこうなります。 でこれは分配法則からこのようになります。で、これを F の言葉に戻すと、このようになります。で、以上をまとめると、これとこれが等しいということが分かりました。これで、線形写像の定義1番を満たすということが分かりました。 で実はこの1番を満たす証明の仕方っていうのは fx イコール 2x のときと何ら形式的には変わらない議論をしていることに注意してくださいつまりここですね次2番目の条件のチェックですけどここのところもまあ簡単にこう成り立つことが分かります で、注意すべきことは、この2番の議論も、先ほどの例、ここでやったときの議論と、何ら変わりのないことをやっています。まあ、ここで一つ示唆していることは何かというと、行列をかけるという操作は、非常に単純な操作だということです。皆さんは、大学に入って行列を初めて学んだから、 その行列の席っていうのがあたかも難しいものだって感じてる人がいるかもしれませんけどそれは逆で行列をかけるという操作は定数に対して2をかけることと同じぐらい優しい操作なんですね。そのことを認識してほしいです。でそういう単純な規則だからとてもいい性質を持ってる。まあそういうことなんですね。でこれで線形写像の解説を終わります。 最後までご視聴ありがとうございました。